はい、皆さんこんにちは、こんばんは。 WGSL です。今夜の動画は練習風景をお届けさせていただきますので、何かしら皆様なりに気づきなり、スイングから何かしらヒントを得ていただく動画になればなと思っておりますので、高評価ボタンを押していただいた後に最後までご視聴いただけると嬉しいです。ということで、早速なんですけど、皆さんからいただいているコメントをご紹介したいなと思います。はい、ということで、画面にはトシプロの何振ってんのやろ、ドライバーです。ドライバーをね、皆さんは画面通してご覧いただきながら、コメントをご紹介したいなと思います。ということで、何これ、道一筋黒川さん、どういうことやろこれ、ちょっと、ごめんなさい、お名前もし間違えてたら本当申し訳ないです、コメントありがとうございます。皆様いつもありがとうございます。初コメントさせていただきます。WGSL 理論は必ず上手くなります。私はゴルフ歴半年ですが、グリップアドレスの動画を購入しただけで100切りました。おー、すごい。ゴルフの本質を教えていただける、楽しませてくれる動画は WGSL 様だけです。これからもお世話になりたいと思っております。チャンネル登録者数10万人応援します、っていうコメントいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいですね。すごい、コメントもそうなんですけど、グリップアドレスレッスン動画の購入もありがとうございます。ありがとうございます。あれ、肩だけで100切ったってすごいですね。半年でそこにちゃんと半年で、はい、もうこれはっきり偉そうに言うと、半年でうちと出会えたって最高っすよ。マジで羨ましいですね。ゴルフ歴半年で、あのね、悪魔のレッスン悪魔のささやきレッスン、あの悪しきボディターンじゃなくて、本当のゴルフスイングに出会えるってね、すごいですね。羨ましいっすね。羨ましい。俺も羨ましい。自分で考えてるくせに俺も羨ましい。だって俺も苦しいんだから、最初はね。出してるんですよ。今や咳込んでしまう、あのスイングですよ。今俺のすごいね、悪しきボディターン見るやん。はい、咳込むねん俺。マジっすか。ガチのアレルギーで拒絶反応で。やっぱな、目からいらん情報入れたくないんやな。やっぱあれ目に残るじゃないですか、あのスイングって。そうっすね。ということで、いいっすね本当に。次は、手打ちドリルなり、まあ他のやつ買っていただいてね、さらにゴルフを100切ったんやろ。もう手打ちドリルやったらほんま90あっという間っすよ。そうか、そうですね。で80もね、80切るってなったら、まあまあアプローチとかもやらんとダメですけど、さすがに。でもまあね、1年後2年後、まあ1年後3年後5年後ぐらいまでをね、どういう風な道で進むかっていうのを明確に自分の中で言葉にしながらやってもらったら、変化進化は早いんじゃないかなと思いますので、はい、他に浮気せんと他に浮気せんと WGSL 一筋で、はい、頑張っていただければなと思います。よろしくお願いします。お願いします。ということで、次は誰行こうかな。マスさん、お願いしてもいいですか。はい、じゃあ次のコメントをご紹介する前に、今は画面上は、T1 プロから M2 プロにプロじゃないか、マスさん、シングルよ。シングル、まあ、シングルですね。トシプロからね、はい、今の T1 から M2 にっていう流れはちょっとまた別の動画でね、はい、また毎日見ていただけてたら多分伝わると思います。はい、わかります。はい、よろしくお願いします。ということで、次のコメントをご紹介します。山下達也さんからいただきましたコメントです。ありがとうございます。ありがとうございます。いつも楽しく拝見させてもらってます。ちょうど奥田さんのクラブ紹介のブログマガジン出た時、速攻揃えてみたことを思い出しました。今ステルスも並行して使用しています。新しいもの好きというか、ギア大好きなんですよね。一層スイングレベルアップにも
熱を注いでいこうと思います、ありがとうございますっていうコメントいただきました、ありがとうございます。これあれですね、トシプロがストレス、ステルスを売ってる動画ですねにいただいたコメントですね、すごいですね、はいはい、僕のクラブ、クラブ全部全部行ったんですかね、もうほんまでもクライアントの方も多いもんな、多いですね、めっちゃ多いよな、めちゃめちゃ多いです、ドライバーからアイアンから全部俺のセッションを試してるって、だって一時ほら言わほう、何あのヘッドが高騰したって、あれな、ドライバーな、はい、ヤフオクで、あったっすね、ごっつい上がったっすね、そうなんです、僕紹介するじゃないですか、その僕が使ってるギアって、はいはい、あのギア紹介でトシプロが動画で映ってるバージョンじゃない時っす、まだ本当にドライバーのヘッドだけを画像で紹介していた時に、はいはいはい、いきなりヤフオクで値段上がったんですよ、すごっ、やばいぐらい上がったんですよ、僕ももう一個予備でヘッド欲しかったんで、はいはい、それヤフオクでウォッチしてたんですよ、はいはい、でその時2万何倍やったかな、んかそれぐらい3万弱やったんですよ、ずっとそれでもう何回も売れなかったんですよ、はいはい、そのなんていうあれって1週間ぐらいなやってんの、 そうですね、それが売れへんまんまずっと持ち越されていったんが、いきなりそれブログマガジンで紹介した後に、はい、何ぼりいったと思います、ケンさん、僕何も入札とかしてないですよ、僕が出品したものでももちろんないですよ、僕買おうとしてたぐらいなんで、10万ぐらいですか、おすごいです、9万なもまでいったんですよ、いやすごっ、やばくないですかそのさ出品者さ、俺にマージンよこせよって思ってそうっすよね、間違えないっすよね、えすごっていうことがあったんですよ、そうあったんですよ、いきなり高騰したっすね、いきなり高騰したんですよ、びっくりしました、ね、影響力すごいっすね、やばいっすよ、ね、そう俺でも本当あれやんの、はい、なんか俺が練習器具とかな、はい、ロマガセ紹介してもいいね、いきなりめっちゃ売れる、いやいやすごい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 っすね、っていうのがあって、僕には何一つあれですよ、1円垂れても入ってこないですよ、まあ、本当にいいのだけしかその代わり紹介してないんでね、自分が使ってるからっていう、はい、ねえあれをなんちゅうあれなんちゅうやったあれどういうんやったまあいいか、はい、いうのでね、まあ使っていただけてまあ買っていただけて真似してあれしていただけるのは嬉しいですね、うん、まあ僕のクラブじゃなくなっておりますけどね今や、あそうですね、プロのクラブみたいになってますからね自然と抜いちゃってるっすもんね、だってあの WGSL ガチのファンじゃない人なんかたまに見る程度の人って、はい、あれマジで俺のクラブとか思ってもないやん、いやー思ってないですね、フルジュンプロのクラブやと思って聞いてきてるやんか、あれ間違いなくそうだよ、確かにっていう感じなんでね、皆さんもねもしよければブログも URL 貼っとこうか、 あのギアのはいはい、ブログマガジン の、はい、あのトシプロの頑張りとかもその動画見れるんで、そのブログマガジン、はい、あの静止画だと思うと思うんですけどね、楽しんでいただければ、ああ、もう忘れてたやろ、いや今思い出しましたあの本当にちょっとね、はい、記憶力に問題がある子なんですよこの子、はい、この子ねすいません、なんか分けありでこの子すごい、はい、ちょっと前のことをすぐは覚えてないんで、はい、すいません。ガチ説教だって言ってたんですか。説教じゃね。説教する。超面白い。ボスの奥様と一緒です。なんで言うねん。なんで言うねん。うちの嫁がアホみたいやんけ。うちの嫁がめっちゃアホな子みたいやん。確かに、まあもうそれかわいそうや、うちの嫁なんかもう148歳でやな。おお。もう高齢やねんからさ、だいぶ高齢になりました、そうやな、だって俺との年齢差2億歳ぐらいあるさ、おめでとう、だいぶ年の差婚するね、そうですよ、よう俺のこと見つけれたなと思いますよ、すごい見つけれただって普通の人見えへんやん、やっぱあそうだ、ね、あそうだ、ね、そうそう、だって俺の声も聞こえへんし、あヘルツが違います、ね、そうそう、ヘルツが違うからヘルツ、俺のヘルツに合わせる合う人しか聞こえへんから、うん、多分皆さん今聞こえてるでしょ、あ多分あ、ね、聞こえてると思うんで、だから皆さんあのなかなかいい人生を送れると思います、ああなるほど、まあ、聞こえてないアンチは多分まあ悪い人生しか送れんやろうけどまあええんちゃうからお前らは、だからアンチなんやろしということでね、マスターどこまで打たされるんやろ長いなぁ思ってますいやでもこれまだ全然いってへんと思うで、ああもう一個ぐらいコメント紹介しとこうかな、はい、アイスレオさんからいただいてるコメントです、いつもありがとうございます、毎日コメントいただいて本当ありがとうございます、ありがとうございます、ということで iPad が今閉じちゃったな、奥田さんの席が止まりませんね、席ちゃう勝つかこれ
勝つや席は今俺や、はい、奥田さんの勝つが止まりませんね。それほどジャパンアクションが悪の塊ですよっていうコメントだけど、ああもうその通りですね、本当に本当に。だってあれって誰がうまくなんねんっていうね、うん、体にはしましょう、そうですね、体には負担ですね、体は絶対怪我しましょう、体が負担ですよね。ケンさんもこの間それを教えられたんですよね、また一緒にラウンド行った方に、そうなんですか、恐ろしい教え方でしたけどね、エセハンドファーストですか、エセすぎてびっくりしましたね、エセハンドファーストで右膝は左足にぶつける、Kの字で思いっきり回ってます、Kの字っていうのはまた面白いですね、あー、Kはい、すごいな、はい、恐ろしいぐらいの経験者で、いろいろとまだ他にもいろいろとスイングのこと言われた結果、ケンさん楽勝でスコア勝ちの、はい、パー3も170何ヤードのパー3を、はい、ケンさんは8番アイアン持ってるけど、はい、その方たちは 4U とか 3U とか持ってるんですね、エグいっすよ、でそれで何を教えてくんねんって感じだ、間違いないですよね、いやよう言えたなってなるっすよ、ね、いやでもこれってさ、トシプロとフージンプロこの感覚わからんやん、俺はその道を通ってきてるから、あ、そうやってコンペの時とかさ、はいはいはい、全然知らん人たちって経験ないですもんね、ないやん、で俺もケンさんもラウンド中ドリルで回るやんって、はいはいはい、でやっぱ言われますもんね、そしたら言われます、ね、フルショットできひんこうみたいに思われてますもんね、はい、その時って言われます、いやいや、わざとやゆにって、そうですね、そういう、そうですよね、いや、はい、そうか、ほんまにああいう、なんちゅうんすか、あのイラン教えま、あ、教えま、こっちから教えをこうたら別にいいっすよ、はいはいはい、何も言ってへんで、お前ら俺らが下手くさやのになんで言ってくんねんっていう間違いないです、まあ別にうまくもないけど、俺もそのケンさんはうまいよ、いや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 、いや、でも俺な、僕なんかもう全然うまくないから別によう言えんけど、いやいや、まあ神に対して何言っとんねんとは思ってるけど、でもやっぱ悪しきボディタウンのあのレッスンは怖いっすよね、本当に、いや多いですよ ね、はい、今も練習場見ててもね、ごっついっすもん、ごっついっすもん、いや、そうですね、大半がその大半が全員じゃない、全員っすよ、全員、はい、まだまだやりがい、まだまだやっぱり、はい、まあ、まだまだ選択の違いがあるような、あ、でかいな、そう考えたら日本でかいな、やっぱ、ね、なかなかまだまだ及ばんけど、皆さんがね応援していただいたら、チャンネル登録者数も10万人超えて1億人、日本の人口って何もでしたっけ、1億2000やったっけ、それぐらいいてるんちゃいますか、ですよね、はいはい、じゃあ全員チャンネル登録してもらわなあかんから無理やな1億人はそれは無理やな、それは無理や、えぐしえぐし、トップ YouTuber ってどれぐらい、何千人とか、ヒカキンとかはじめ社長って何人、千人とかやったっけ、いや、ヒカルは多分ヒカルちゃん600か700ぐらいですよ、ヒカキンやで、ヒカキンっすか、うん、ヒカルなんて興味ないもん、ヒカキンで、ヒカキンは1000ぐらいじゃないですか、1000万人、1000万人ぐらいですね、じゃあ1000万人とか WGSA 無理やろいや、ヒカキンとはじめ社長もう、はい、なんていうか、神の領域に行ってるやん、もうそれ、もう無理やん俺ら、それ、いや、無理ですかね、いや、さすがに無理とか言ったらほんまに行かれへんから無理やねんけど、でも現実的に無理な話やんか、そこは、あ、だってゴルフっていう、まずこのニッチなマーケティングマーケットの中で、ああ、そうですね、でも増えつつはあるっすけどね、でもゴルフ人口、はい、ゴルフ人口増えてんのはあるけどさ、はい、でもなかなか厳しいで、やっぱりレッスンせえへんし俺ら、うん、そうっすね、レッスン動画チャンネルやったらまだ可能性はあったかもしれんけど、まあまあまあ、レッスンはただじゃしないんでね、なんせうちの収益が低いんでスズメの涙です、いや、ほんまにほんまにみんなこれ聞いたら、多分皆さん聞いてびっくりしますよ一回も俺ブロマガで書いたことあると思うんやけど、なんぼって金額これぐらいっていうの、あ、これぐらいですよっていうの、はいはいはい、本当に多分皆さんビビりますよビビりますね、本当に、だって僕の高校生の時のバイト代の方が高いですからね、だって僕の高校生の時のバイト代ってマクドの時給650円の時の時代ですよ、うわ650円、その時代で僕のバイト代、1ヶ月のバイト代の方が月の YouTube の収益量多いやばいっすよね、そのやばいっすよね、そら低いやろ YouTube もうちは、レッスンやったら変わるんかな、
いやー多分レッスンしたら多分すごいことになるんじゃないですか。そうかな、やっぱり毎日あと1時間ぐらいの動画にしたらいいんかな。あーそうですね、毎日1時間毎日1時間なんと撮影だけでどんだけ使ったらだ全員が専属でやらないと。そうっすよ、 YouTube 死ぬわ、死にますわ、ほんまに寝る時間なくなる。あー別にええけどな、それは。いや無理や、もう倒れるまでやります。はい、火ついたらね。火ついてへんよ俺 YouTube YouTube ね、皆さんが楽しんで見ていただけて、それでね何かしら参考にしていただけて、で結果的にねやっぱ WGSL 理論やってみようとか、もっと本気で取り組んでみようって方なんかね、有料のコンテンツを手に取っていただければなって、はい、まあもちろんビジネスとしてやってる以上はね、そこ目的でやってるんで、はい、まあそんなとこ隠したってしゃあないしな。そうですね、まあ、だから帰って、あ、まあ、これまた怒られるで、帰って言ったらまた怒られるわ、また怒られるわ、また怒られるわ、すいません。怒られたやつや。いやでもいい加減さ、いい加減キャラやって分かってやって思うよ。ほんまそれっすよ。そんな誰が、確かにお客さんに対して帰なんていうやつおらんって言うのに、キャラやって分かってって感じ、はい、って感じね。これは分かってもらえないこともあるかもしれないんで、一応お詫びしときます。ご了承ください、はい、ということで WGSL チャンネルはチャンネル登録者数をまずは10万人、はい、目指して頑張っていきたいと思っておりますので、皆さん応援のほどよろしくお願いいたします。ということでチャンネル登録まだされてない方はチャンネル登録していただいて、高評価ボタンの方を押していただいて、コメントなんかもね、何か書き込んでいただけると嬉しいです。はい、ということで本日の動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。